2009年秋、世界中が注目する東京ゲームショウでグランツーリスモ5の2010年リリースが発表された。シリーズ10作目にあたる GT5 は車の持つ楽しさをより深く、さらに多彩に楽しめるタイトルへと進化を遂げた。ダメージのシステムであったり、あるいはコースの中に車と相互干渉して動くような可動オブジェクトを配置したりと、おそらくステアリングを握って10メートル15メートルと走っただけでその違いが体感できるようになっていると思いますので、ぜひ皆さん体感していってください。新しい PS3 のハードウェアの性能に合わせて大きく表現が進化しています。このあたりもですね、楽しみにしていただければいいかなというふうに思います。年が明けて1月の東京オートサロン、ここで山内は来場者にニュル参戦を打ち明けた。これにより GT5 のゴールはさらなる高みに定められた。去年、思わぬ理由でレースデビューしちゃったんですね。まあ、ある日、ニュルブルクリンクのレースに出ませんかという電話がかかってきて、でつい、ニュルだったら出るって言っちゃったんです。グランツーリスモというタイトルは、まあ単にこうウェルメイドでこうよくできているっていうだけではやっぱりダメだと思ってるんですね。まあ、実際はですね、作ってる間に僕らの中でこう、ここまではやりきらないとグランツーリスモにならないだろうという目標ってのは見えてきてしまうものなんですね。会場ではレースマシンに GPS を搭載し、 GT 上でサーキットの走行を再現するという新しいシステムも発表された。2009年11月、ニュルブルクリンク郊外のガレージで1台のマシンが作られていた。レクサス ISF レースカー、5リッター V8 エンジンを搭載する左ハンドルの市販モデルをベースに、軽量化、ロールケージの装着、トヨタ F1 のリアウィングをスワップするなど、ニュル仕様へと改造が施される。マシンはテストを重ねることによってニュルを戦うサラブレッドへと進化していく。グランツーリスモにおけるプロセスとは異なるトライアンドエラーを繰り返すマシンセッティング。山内は戸惑いながらも徐々にその奥深さにのめり込んでいく。チーム名はワールドカーアワード。世界的な自動車評価団体と欧州トヨタのコラボレーションによって生まれたチームだ。チーフメカニックはトヨタヨーロッパのノルベルト・クレーマー。チーフエンジニア監督を務めたのは同じくトヨタヨーロッパの三橋純一。これまでレースにはあえて出場しなかった山内をニュルに誘ったのは、山内と同じワールドカーアワード選考委員ピーター・ライオン。Well, first of all, we got the a word from Toyota Europe saying that a car was available. They specially made a car available for us, so we were very happy with that, of course. And then I thought to myself, as co-chairman of the World Car Awards, we have a huge range of jurors around the world who can report on these sort of stories, race stories and drive stories. And I thought, let's get a group of drivers together. Who are jurors as well. It's not easy to find jurors who are good drivers and who know Nürburgring very well. So it was not an easy job finding that sort of group of people. And I thought about Yamauchi-san because I've known him for quite a while. We have raced together in Japan at Scuba Circuit. He did a very good job. He's a very good racing driver. So I thought I'd offer him a position, a seat.And all I had to say was two sentences. We have a team, we have a car. Would you like to race with us in the World Car Awards team? And he said, hang on, wait a minute, which circuit are you talking about? I said, Nürburgring. He waited about 2 seconds before he said, yes, of course. そしてもう一人は。
Well, for me, this opportunity was fantastic for several reasons. First thing, I've always wanted to do the Nürburgring 24 hours because such a legendary circuit, such a legendary race, so many cars, like no other race in the world. And the other reason it's great for me is because it's a great, as a journalist, it's a fantastic story to be sharing with Yamauchi-san, to see how he takes his driving in the real world and puts that into the virtual world with the game. And I learned this track like many people on the game, so it's an even more interesting race to be sharing with him, so it's fantastic. では、山内にとってのニュルとは？やっぱり車好きにとって、あるいはもうドライバーにとってニュルクリンクっていうのは、言ってみれば登山家にとってのエベレストとかですね、アイガーの北壁とか、まあ、そういうものにかなり近い。ニュルブルクリンクというのはそういう場所でありコースであった。そこで初めて僕は、あ、じゃあそこにレースに出てみようというふうに思ったんですね。11世紀に建てられたニュルブルク城の周りを囲むように走るニュルブルクリンクサーキット、過去には北コースで F1 を開催するなど数々の名レースが繰り広げられてきた。コースは荒れた路面と激しい高低差、狭いコース幅、そしてブラインドコーナーが連続し、サーキットというより峠道に近い。ドライバーからはグリーンヘル、緑の地獄と呼ばれ、世界一過酷なサーキットとして君臨している。この一周約25キロのコースを舞台に毎年5月下旬に行われているのがニュルブルクリンク24時間耐久レースだ。ニュル24時間の出場車両はディビジョン1、2、VLN シリーズの3つのカテゴリーに分けられている。グループ A 規定がベースのディビジョン1は燃料別にガソリンの SP、 ディーゼルの D、 代替燃料の AT、 プロトタイプの E1XP に分けられ、さらに排気量や下級機の有無などによって細かくクラス分けされている。 SP8 クラスは山内の乗るレクサス ISF、同じレクサスのスーパーカー LFA やアストンマーチン、アウディ R8 など。 SP9 クラスは FIA GT3 規格がベースとなっている。4連勝中のマンタイレーシングのポルシェ GT3R、 アウディ R8、 LMS など優勝候補のマシンはこのクラスに属している。天然ガスを使用するフォルクスワーゲンシロッコは代替燃料を使用する AT クラス、 E1XP にもクラスがあり、話題のポルシェ GT3R ハイブリッドは E1XP ハイブリッドクラスとなる。ディビジョン2はいわゆるグループ N 規定がベース。一方 VLN シリーズクラスはニュルブルクリンク耐久シリーズのクラスとなっている。ニュル24時間に初めて出場するドライバーは VLN ニュルブルクリンク耐久シリーズに2000以上出場しなければならない。このレースは24時間レースの前哨戦ともいえ、ワークスマシンやドライバーが多く参戦し、本番レースさながらの内容となっている。グランツーリスモでは1000ラップ以上ニュルを走り込んでいる山内。しかし実際の走行では思いもよらない衝撃が走ったという。コースそのものをね、走るってことに関しては、事前にグランツーリスモでもちろんこう慣れ親しんだコースですよね、まあ、1000ラップ以上も走っていて、だからその通りに走ればきちんと走れるんだってことはまず分かったんですね。ただやっぱり本物というのは圧倒的な迫力を持ってこう自分の体に入ってきますから、
そこのズレ、バーチャルな世界とこうリアルな世界とのズレっていうのを補正するのにちょっと戸惑いましたけれども、そこはねそれほど大きな問題にはならなかったんですね。で僕はね一番びっくりしたのはピットロードからこうコースに入ってきますね。でニュルブルクリンクの4時間耐久レースというのは、200台以上の車が1周20数キロのコースの中にこうひしめき合っているような状態、しかも全部競争しているわけですよね。でコースは道幅は狭い、でバンピーで通常のサーキットでは考えられないような高速コーナーがたくさんある。でアップダウンも激しいわけですね。一体じゃあこれ自分がやってることっていうのはこれもうどれほど危ないんだ。そうだからそこで僕はなんか自分がなんか知っていたこれまでの社会から一歩外に出てしまったんだってことをねすごく感じて、それがね実は一番のショックでしたね。もうすげえ焦ったよ、ポロンって取れちゃって、まあでも走るしかないなと思って。落ちたの？ちょっとだから問題ないんだけど、ガーって下って上がってるところで。山内のニュルプロジェクトと同時にグランツーリスモ5の制作も山場を迎えていた。山内がニュルで得たさまざまな感覚が実際のゲームでどこまで再現できるのか。ニュルから持ち帰った課題はエンジニアたちに伝えられ、試行錯誤を繰り返しながら形になっていく。そうですね、実際に僕が、ニュルを走ってて、特にレーシングカーで走ってる時は顕著ですけれども、とにかく体揺すられるわけですよ。特に上下に揺すられる感じっていうのはすごくて、ああいった感覚を、ゲームにちゃんと表現できないかなとか、やっぱりこれまでは知識は知識でしかなかったものが実際の体験も踏まえて、本当に大事なものは何なのかとか、あるいは、5つある要素のうちどれが一番大事なのかとか、あるいはその順番はどういう順番なのかとか、そういうことが分かったのは確実にゲームにもフィードバックできると思うので、そこは大きかったと思いますね。今回僕らが収録しているニュルブルクリンクのコースというのは、僕自身が実際にニュル村の住人になって、あるいはニュルブルクリンクファミリーの一員になって、作ったものですからね、これは多分その中身をどれほど理解しているのかということにかけてはものすごく自信があるので、ちょっとそのあたりはね楽しみにしててほしいなというふうに思いますね。